PA オンラインインスペクションご覧いただきまして誠にありがとうございます。ジャカルタ支店より直井がお届けいたします。本日ご紹介するホテルなんですけれども、こちらビルマンジャカルタインドネシアさんにお邪魔しております。ジャカルタの中心地タムリン地区というエリアになるんですけれども、そちらの一等地ですねに位置しておりまして、非常に立地のいいホテルになります。界隈ですとグランドハイスキーさん、マンナリオネッタナさん、名だたるデラックスホテルはあるんですけれども、その中でも寝頃感のいいホテルとしてご利用いただけるホテルになるかと思います。それでは早速中の方をご覧いただきます。こちらがバス通りになるんですけれども、バス実際にバスもこちらに停車ができます。でバスなんですが、今ちょっとクローズ中になっておりまして、基本的には常時閉鎖されてるんですが、バスの運行があるときのみ、私どもが事前にホテルとやり取りをいたしまして、奥に実はゲートがあるんですね。でそちらを開け閉めしながらご利用いただくようになります。でちょっと入場中から、マスクの着用が義務付けられておりますので、こちらからマスク着用で、失礼いたします。はい、じゃあ、こちら、レセプションの入り口になるんですけれども、まず、洗面台が新たにこちら設置されています。これもコロナ対策の一環でですね。でこちらの消毒液なんですけれども、こちらは荷物を運ぶ際に一回消毒をかけてから中に運んでいただくというようなところで消毒が徹底されております。そのままこちらご案内いたします。で入場いただくお客様にはこちらでレジストレーション個人情報ですねの記帳が必要になっておりまして、ご覧いただきました消毒済みのペン、消毒前、使用済みのペンが、区別されるようになっております。その他体温の検査、ソーシャルディスタンシング、消毒の対応と、消毒液ですねの利用なんかが徹底されております。でこちらのお荷物なんですけれども、セキュリティなんですけれども、実はジャカルタのホテルに多く見られるんですが、入場いただく際に荷物のセキュリティ、持ち物の検査というものをされることがよくあります。これはジャカルタでは非常に一般的な取り組みとなっております。それでは中の方ご案内いたします。このように体温検査を行います。セキュリティチェック終わりました。こちらのハンドサニタイザーで消毒します。はい、じゃあこちらがロビーになるんですけれども、ちょっと先に本日ご案内いただけるホテルのスタッフの方を紹介したいと思います。ミスイカ、こちらの営業部長されていらっしゃいますイカさんです。こちらの撮影に関するちょっと感謝のお言葉をいただきました。 Thank you very much, Ms. Ika。 でこちらがフロントオフィスマネージャーのエリックさんで、本日私と一緒に館内の方をご案内いただきます。 Thank you very much, Eric. Thank you very much. Thank you. はい、じゃあ早速、ご案内してまいるんですけれども、先にじゃあレストランの方からご案内していこうと思います。 Yes, please. All right. Thank you. こちらロビーの階になるんですけれども、天井が非常に高くなっておりますのと、先ほど入った入り口窓ガラスが全面に敷かれておりますので、非常に開放感のある印象を持てるんじゃないかなと思います。Good evening. Thank you. でこちら入り口では、ヘルスチェックですね、こちら QR コード読んでいただいて個人情報の入力と、でもしくはこちらに直接記帳いただくところで、情報の徹底をしております。こちらも同様に消毒済みのものと使用済み区別できるようになっております。あとは入場前のソーシャルディスタンスもしっかり、キープされているようなところになります。じゃあ中ちょっとご案内いたしますけれども、今、ちょっとレストランが空いている時間でないんですが、簡単にぐるっと Can we just go? Yes. ちょっとどのようなところかご覧いただければと思うんですが、こちらが、
ビュッフェスタイルの、ステーションになるんですけれども、This is the Western Station. 非常に多くの食事があるところでも有名でして、全部で5つのステーション、和洋中インドネシアというところと、和洋中ウェスタンジャパニーズ。We have four in this station: Japanese, Chinese, Indonesian, and Western.そうですね、洋食 中華和食そして中、インドネシア料理と4つの、食事がしっかりと楽しめるような作りになっております。で現状は今 You don't open the breakfast Actually we open the breakfast but not the buffet. こちらで朝食をお取りいただけるんですけども、ちょっとビュッフェの営業は現在の状況も踏まえて停止としているようなところになります。で代わりに今アラカルトの、食事をご朝食をお取りいただけるんですけれども、今回そちらのメニューをちょっとご用意いただいております。でテーブルに関してもしっかりと距離が保てるような配置で、ご準備、されてますね、はい、ここはあの実は非常に有名なビュッフェなんかもあるところなんですけれども、今は残念ながらやってないということだそうです。でこちらが、今サンプルでご用意いただいた、ご朝食になるんですけれども、基本的にはアラカルトで、ご注文をお選びいただくような、スタイルになります。こちらはその選んだ中からおすすめのものをちょっとサンプルでご用意いただきました。朝食非常に充実するのじゃないかなと思います、はい、あとこちらテーブルも消毒すでに除菌されてますよというタグが貼ってございますので、しっかりと衛生面も配慮されているのではないかなと思います。 In some situation, if you have a groupWe will open the restaurant for the buffet. Ah, okay. グループなんかがこれから入ってくる場合には、そういったビュッフェのオープンなんかっていうのも、検討できるということですので、ちょっと参考までにお伝えいたします。Alright, can we go to check in? Okay. じゃあこのまま、チェックインカウンター、手続きの確認をご覧いただきまして、お部屋の方までご覧いただこうと思います。今どのぐらいの、飲食ですね、が空いてるのかちょっと聞いてみようと思います。How many outlets, F&B outlets are you operating now? At the moment, we only operate two. One is from the cable car, it's for the coffee shop. Okay. And the other one is a bakery and pastry shop. So you total have five? Total have five. 全部で5つあの飲食のアウトレット、飲食施設があるんですけれども、現在はここのレストラン含めて2カ所、もう1つが向かいにあるカフェをオープンしているのみでやってるそうでございます。This is our counter check-in. じゃあこちらがチェックインのカウンターになります。And the counter, you will see the notice board for the welcome sanitizer. はい。こちらでも、コロナ対策に対する案内、消毒ですとかソーシャルディスタンス等の案内がございます。こちらが実際のチェックインカウンターになるんですけれども、じゃあこちらから、はい、yes. yep. こちらからではちょっとご覧いただきます。またソーシャルディスタンスの表示は同じようにございまして、ちょっと見えにくいかもしれないんですけれども、レセプションスタッフの間に透明のパネル、パティションが貼られています。ですので、こちらでも接触飛沫を防ぐような取り組みがなされています。でチェックインに関してはこちらでまた健康証明というものを、QR コードを読んで入力いただくような形で徹底いただくと、これ先ほどのレストランにもあったんですけれども、毎回あの必ずやっていただくような取り組みでご案内をしているそうでございます。でチェックインの際のペンは先ほどと同じように消毒済みと使用済みが分かるように設置されております。はい。で鍵に関してなんですけれども、 For the room keys you normally provide? Yes, for the room keys、うん、今鍵に関してはこのように、直接手渡しをしないように一度トレーに置いてそこからお取りいただくような形でご案内をしているようでございます。はい、Alright, so can we proceed? Yes. はい、じゃあ早速お部屋の方をご案内いたしあのさせていただきます。 If you check out, 失礼しました。もう一つですね、 Please drop your key and the box. はい、チェックアウトの時はこちらのキーボックスに直接、鍵を置いていただければもうそのままチェックアウトということで、また待つ必要もないですし、接触ももう全くない状態で、チェックアウトができるというところで徹底されております、はい、エレベーターこちらございまして、実はこちらのビル、こちらがメインタワーで一つ塔があるんですけれども、今回ちょっと今クローズ中でご案内できないんですが、プルマンタワーと呼ばれるもう一つ新館ですね あのタワーがあのございまして、大きく2つのタワーで、成り立っております。でこれからご覧いただくお部屋なんですけれども、
スーペリアプレミアムというお部屋とデラックスというお部屋2つご案内しようと思います。まずエレベーターなんですが、こちら足元をご覧いただくと、ソーシャルディスタンスしっかりキープするように表示がなされていますね。はい、こちらは鍵をかざすタイプのお部屋のエレベーターになるんですが、実際の階数にはボタンで押していただくんですが、ちょっと見えにくいかと思うんですが、こちらに30分ごとに、ボタンを清掃してますよ、消毒してますよという表示が、書かれております。はい、エリック、トータルルームス、ハウメニールームスドゥユハブインディスホテル。トータル427ルームス。こちらの全室で427お部屋があるそうです。ジャカルタの中では比較的大型のホテルと言えると思います。ちょっとすいません、もしかしたら廊下で暗いかもしれないんですけれども、恐れ入ります。So we're going to see the Superior Premium. Superior Premium というお部屋をご覧いただきます。 Size 25 square meter. Okay.こちらが、スーペリアプレミアムというお部屋になりまして、お部屋のサイズが25平米となっております。ジャカルタの中ではそんなに大きな、タイプの広さではなってこないんですけれども、どちらかというとビジネスマンで、お越しいただくお客様とか、日本からお越しいただくお客様でもビジネス渡航でシングルユース、お使いいただくお客さんなんかには、この立地と価格と、過ごしやすさというところで非常に人気の高いホテル、お部屋になっているかと思います。こちらがデスクですね、になりますけれども、お部屋に関しては通常の清掃に加えて、入室前、清掃が終わったタイミングで追加で消毒をかけるというのを今取り組みで行っているそうでして、そちらの照明がこちらのルームクリーニングになります。で、後ろになりますとユニバーサルタイプのコンセントもございますので、電圧が合えば日本のものもそのままお使いいただけるかと思います。あと、こちらルームサービスも QR コードで読むようにしておりまして、紙のものは今ご用意してないというところで、接触を最小限に抑えるような取り組みがなされております。 So there's also a international plug. Yep. こちらのベッドサイドにもインターナショナルのユニバーサルタイプというんですかね、プラグがございますので、日本のものの差し込みがそのままお使いいただけるようになるかと思います。 This rooms, do you still have the twin bedded rooms? You're only the queen bed? Twin bed we also have for this type of room. Ah, okay. こちらのお部屋になると今キングの、失礼しました、クイーンベッドのお部屋をご覧いただいてますけれども、ツインのお部屋も、ご用意できるということです。はい、At the moment, in the room, there will be no、ミニバーインドルーム。はい、ミニバーは今、通常ですと中に飲み物を設置しているんですけれども、こういった状況もございますので、空の状態で、Upon request, you can provide. Yes. Okay. リクエストベースで、お客様にはご用意しているということです。Including the glass and the cup. で、こちらも今、紙のカップだけが、コップですね、だけ紙コップですか、ご覧いただけるかと思うんですけれども、通常ですと、カップと、グラスがご用意されているんですが、現在は、そちらも提供しないところでご案内させていただいているということになっております。はい、じゃあ次ちょっと浴室の方ご覧いただきますけれども、こちらもそんなに大きくできてはいないんですが、しっかりとバスタブもございますし、シャワーなんかはノズルタイプ、ハンドノズルですね、手持ちのシャワーになりますので、日本人の方なんかもストレスなくお使いいただけるんじゃないかなと思います。アメニティのセットアップなんかは通常と変わらないセットアップでご用意しておるようです。こちらですね。で、現在ちょっと今日はご紹介できないということなんですけれども、サニタリーキットということで、その衛生バッグ、消毒ですね、なんかを入れたキットを追加でこれからご準備されていらっしゃるということだそうです。こちらが無料のお水になります。Can we just look inside here? あと、一般的なもの、セーフティーボックスですとか、スリッパなんかっていうのもございますので、滞在には、はい、問題ないかなと思います。バスローブ、スリッパ、アイロンとアイロンボードですね、すべてあるので、ビジネスなんかでいらっしゃるお客様も十分にお使いいただけるかなと思います。はい。Can we go to the next room? Yes, we are going to the deluxe room. はい。ちょっと次のお部屋ご案内いたします。
So this hotel operated as the Pullman since 2012. Before this Nikko Hotel. Ah, okay. こちら2012年からあのプルマンホテルさんとして営業されてるんですけれども、その前は実は日光ホテルさんとしてあの営業されておりまして、あのもしジャカルタに詳しい方とかいらっしゃると、もしかしたら日光ホテルさんであの知ってらっしゃるのかなと思います。Also providing the sanitizers. こちらそうですね。各フロアにまた、ハンドサニタイザー、手の消毒液をご準備しているような状況となっております。So this hotel, what's the difference from the new building, Pullman building, Pullman Tower, sorry. Not yet. Oops, sorry. 失礼いたしました。The difference is from the room size and the new model from the interior. Ah, okay. あの今日ちょっとご案内、今閉館中となっております新館のプルマンタワーなんですけれども、あちらの方ですともうちょっと全体にお部屋が広かったりですとか、ラグジュアリーな、コンセプトでのインテリアになっているそうでございます。実はあちらの方も利用頻度が非常に大きいところでございまして、先ほどご覧いただいた2つのタイプに加えて、プルマンタワーのお部屋なんかっていうのも多くご利用いただいているホテルになります。Pullman Tower is giving a new, more modern and a big size from the okay. モダンなタイプのお部屋になっているそうですね。はい、Yes, please. はい、ちょっともう一度だけエスカレーターを乗りいただきます。あ、エレベーター失礼いたしました。So, of course, international market is all stopped now.Yes, but how is it the domestic market? So, yeah, now we are domestic focusing market. Into domestic market. Domestic is mostly for government. But yes. Is this active now? Yes, some of the ministry offices already have the event. 今国内の関係とかですと、政府関係のビジネスなんかが徐々に動いてきているということだそうです。じゃあこちらちょっと次ご覧いただくお部屋がデラックスルームになるんですけれども、ちょっとだいぶ明かりがなく恐れ入ります。これもともとがちょっとこの明るさの暗い落ち着いたイメージでのコンセプトで廊下があるようです。はい、じゃあ今ご覧いただきますホテルがお部屋がデラックスルームになります。先ほどと比べるとお部屋の広さがだいぶあるところがお分かりいただけるかと思うんですけれども、お部屋のサイズがこちらで39平方メートルございます。でこちらに関してもクイーンベッドのお部屋今ご覧いただいてますけれども、How many twin bedrooms do you have? Yes, of course we have twin beds, but it's a limited total. We have seven rooms. Oh, seven. ツインベッドルームのお部屋もあるそうなんですけども、全体で7室のご準備となるそうですので、ちょっと、お問い合わせとご手配には注意が必要かなと思います。で先ほど申し上げたテーブルですとかケーブル、コンセントなんかっていうのは先ほどと同じミニバーも同じで空となっているようですけれども、一つだけ、こちらの、はい、エスプレッソマシンですねが各お部屋に常備されておりますので、まあ、しっかりとしたコーヒーをお飲みいただくことができるというのが一つ特徴としてございます。じゃあ最後ちょっとバスルームだけ浴室だけご覧いただけますがこちら、浴室になります。まあ、ガラス張りになってますけど、シェードがまたかかるようになっておりますので、プライベートは十分確保できるかなと。先ほど比べてバスタブが非常に大きくなっておりますのと、シャワーとまた分かれてシャワールームが別にございますので、より、ゆったりとした、バスタイムが過ごせるんじゃないかなと思います。はい、あと失礼いたしました。Thank you very much. Do you have the Japanese TV program in the rooms? Yes, we have. We provide NHK. Okay. こちら NHK、NHK World or NHK Premium? NHK World. NHK World. NHK の英語のバージョンのものになるんですけれども、NHK もございます。多分日本語のものも入っているかと思いますね。はい。ので日本語の放送もお楽しみいただける状況となっております。はい。じゃあまたロビーの方までご案内しようと思います。So I believe that this place is the best for the locations. Yeah. Is there any place we can go around here? Yes, actually the nearest one in the Plaza Indonesia Mall. Okay.
they are open now, but they also doing their health protocol, like check temperature and then check in and entrance by the QR code. Ah, okay.今実はここのプルマンジャカルタさん、立地が非常にいいホテルなんですけれども、今ちょっとどの辺に、そういったいいスポットがあるのというところを聞いてみたんですが、この向かいに実はプラザインドネシアさんという大型のショッピングセンターがございまして、多分ジャカルタでも1位か2位ぐらいに有名なあのショッピングセンターになるかと思います。でそこもここ2年ぐらいで実は道路の大きな改装が行われまして横断歩道で渡れるようになったんですね。なので、非常に便利に、お過ごしいただけるんじゃないかなと思います。 So all the high touch point、is also being cleaned and sanitized by our team、by 30 minutes every time、okay. 各やっぱりお客様の接触があるところは30分おきに、消毒をするようにして、現在お客様をご案内している、そうとなってございます。ちょっとまた降りてからご案内できればと思うんですけれども、こちらのホテルさんアコーグループにもちろんなるんですが、そちらのアコーグループさんの方で、いろんな取り組みをしてらっしゃるところで、can we just explain about this badge? And also, I would like to explain about this badge. This is the special badge and a proud badge from the Hotel Pulmon Jakarta Indonesia. So we have it during this situation by the head office. 今こちらのバッジなんですけれども、実は今回の新型コロナウイルスの影響を受けて、アコーグループさん全体で取り組んでいるものだそうでして、非常に細かな項目を設けてまして、それをちゃんとクリアしているスタッフに与えられるバッジになるそうです。ですのでそういったところで衛生面の管理なんかというのも徹底して、してらっしゃるのかなというところでありました。 OK、Thank you very much Mr. Eric and Ms. Ika、so、じゃあ本日、のオンラインインスペクションなんですけれども、まもなくお別れのお時間となってまいりました。 JTA オンラインインスペクションではライブまたオンラインを通じて現地の旬な情報をお届けしております。YouTube なんかでもご覧いただけるように今準備させていただいておりますので、ぜひチャンネル登録の方お願いいたします。チャンネル登録いただくとお見逃しなくリアルタイムの情報をご覧いただけるかなと思います。それではまた次回のご視聴でお会いできればと思います。本日はどうもありがとうございました。 Thank you. Thank you very much. Bye.